皆さんこんにちは。時刻は1時半を回りました。部屋活幸せの鍵はお部屋次第の時間です。この番組では住まいコンサルタント前見咲子が毎回お部屋にいいことエッセンスをご紹介する番組です。メッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmギノワン.com、 また FM ギノワンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しています。たくさんツイートお願いします。また同時放送もお送りしています。スマホの場合はアプリリッスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。いろんな方法でお楽しみください。もう話してたね。ごめんなさい。すみません。あのリスナーさんのコメントにちょっと吹いてしまいました。申し訳ございません。はい。今週も、はい、はい、今年2回目の部屋活、部屋活が始まりました。はい、よろしくお願いします。はい。はい、早速その話題のコメント。高坊さんから流し目が素敵って来てて、そうですね、どのあたりで流し目してたのかなっていう、はい、その意識に、そうですね、高坊さんもうちょっと見つめすぎ、はい、適度に、はい、適度に画面を、はい、話してください。あ、見てくださいみたいな。あ、放送前の一瞬のうちに、はい、流し目の、そうだったんですね、なんかタイミングがあったみたいですね。裏の私が出たんですね。はい、ちょっと裏闇の、はい、チャキンとチャキンと出てしまった出てしまったということで、はい、高坊さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてカープボーイさんからもいつものようにコメント来てますね。はい、さっこちゃん、まなみちゃん、皆さんこんにちは。寒さ戻ってきましたね。はい、してカレーやシチューにお汁物は必要ですか、いらないですか。はい、ありがとうございます。はい、またね、寒くなってあったかいものが美味しくなる、確かに、ね、季節がね、また戻ってきて嬉しいです。はい、嬉しい限りです。はい、私もちょっとこの寒いのがどちらかというと好きなので、はい、ちょっと、ね、なんかワクワクもありつつ選手どうしようかと思いましたもんね。はい、土曜日27度ですよ。いやもう夏というか、びっくりしましたもん。はい、ね、もう暑い、一足先に春が来たかなくらいの気温でしたね。本当でしたので、い、はい、あ、どうですか、お汁物は。私はつけてないですね。まなみさんどうですか。私もカレーとかシチューの時はもうそれだけかもしれないですね。お汁物、うんうん、プラスあれってことですよね、なんかスープとか、多分そうそうそう、味噌汁とかです。シチューにクラムチャウダーとか、あ、でもかぶっちゃうなんか笑い話で、はい、私カレーやシチューよく子供に、はい、不評なんですけれども、水っぽいといつも、はいはい、すごいこう不評で、そうなんです、はい、多分それでお汁物は、はい、いらないんじゃないかっていう、もうこれで役目を果たしてるから、はい、はい、役目を、はい、もうカレーとシチューでお汁を込みで、はい、なるほど、じゃあ前海家はそうですね、そうですね、カレーが汁物の役割も、そうですね、でも私もなんか
基本は多分本当にカレーはカレーで、うんうん、多分それしか食べない気がします。なんだろう、どうだろう、でもカレーとかシチューにお汁物をつける人ってどんなのをつけてるんでしょうね、うん、そう、つけるのなんだろうってちょっと思ったり、だってシチューなんてもうスープですよ、うん、ほとんどねえ、どうなんでしょうか。あ、じゃあちなみにカープボーイさんとかね、高坊さんはどうなんでしょう。ねえ、ほんと高坊さんはなんかカレーライスにスープじゃなくてサラダを添えて、あ、ラッシー飲み物がありますよね、はい、カレーに合う。ああ、なるほど、なんとおしゃれな。ねえ、ほんとだ、おしゃれですね。うーん、そっかそっか。なるほど。そしてメールも早速いただいているのでちょっと紹介します。 ありがとうございます、はい。いつもメールいただく方から、はい、こんにちは、気温の変化激しいですねということで、先日断捨離を実践しました。あるマガジンの切り抜きを見たら、コメディアンの所ジョージさんが発行していた、デイトナという週刊誌を見たのかな、うんうん、で、うん、そこに便利は人の感情をなくすとありました、うんうん、特に車の運転に関して、自動運転は人の五感を鈍くする、運転は本来五感を研ぎ澄ませて、うんうん、一歩間違うと狂気になると思いながら扱うものと書いてありました、うん、ということです。あ、深いですね。あ、すごい、断捨離したらそういう記事がたまたま出てきた、深いですね。いいですね、ちょっとメモらせてもらいましょう、ね、便利は確かに人を鈍くするってまさにだなって、こう私たち機械がどん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 便利に、ね、はい、いろんな機器がこう助けてくれて便利になってきたら、結局こうなんていうのかな、まあ、いろんな、ね、できないことも増えたりとか、うそういうのも増えてきましたもんね。ですよね、感覚が確かに、うん、なんか鈍くなりそうですよね、それこそ。うん、そうですね、鈍くなりそうで、そうそうそう、はい。高坊さんからは、障害者や高齢者には自動運転が安全だよね、うん、って来てますね。そうですね、おっしゃるように人が、うん、人によってというか、その対人のこの、状況によって、そうですね、うん、やっぱりこう そっちがいい方が、うん、まあ、安全。これの場合はなんかね、はい、やっぱり障害者の方や高齢者の方が運転が安全というよりも、うん、なんかやっぱり周りの人が巻き込まれると、そうそう、どうしても、うん、はい、ね、大変になってくるので、本当に自動運転とか、うん、はい、必要だなっていうふうに、はい、思いますよね。もう一瞬ですからね、うん、人間誰でもぶっちゃけこう間違うと聞いたら変なんですけども、うん、こうミスとか、ね、ミスとかってあるじゃないですか、うん、それがどうしても命取りに、うん、こう帰ら、まあ、命は帰ってこないので、うん、命取りになってしまうと、もうね、やっぱりどうしようも、ね、うん、ない、はい、うん、で、そうそう、やっぱり年取るとどうしても判断が低下するんですよね、うん、私がですね、はい、もう言いたくはないんですが、うん、アラフィフになり始めてきて、はい、そう、判断力が低下するっていうので、うん、やっぱりこう夜って夜の目、はい、あ、うん、夜すごく、うん、こう夜のこの、なんていうの、視界が、まあ、見づらくなったっていうのと、あと光ですね、はい、光がこう人工的な光がすごく眩しく感じるようになったんですよ、うん、そうそう、それがやっぱり、あ、こう年齢重ねてきて目が弱くなってるのかなって、はい、ちょっと実感してきてる、はい、実感してきてる。ちょっと違うエピソードで、はい、タクシーの運転手さんが昔乗った、うん、夜乗ったタクシーの、60代の方だったんですけど、はい、夜なのにサングラスしてたんですよ、はい、びっくりして、うん、見えますかって言ったら、いや、逆にもう、うん、こう仕事職業病ですね、うん、周りのこのライト、車のライトが眩しすぎて、うん、逆に運転できないって言われて、ぶっちゃけちょっと怖くなったんですけど、確かにそうですよね、そうそう、降りる降りる降りたい降りたい降りたい。カープボーイさんからは、それ危ないんじゃない、眼科行った方がいいはず、白内障の可能性あるんじゃないって来てます。うん、そうですね、緑内障ちょっと疑われた、チェック引っかかったことはあります。 なので、はい、要注意でちょっと見ながら、ね、皆さんもちょっと気をつけながら、はい、この目とか、はい、はい、です、です。石ころさんもありがとうございます。ありがとうございます。おっす、こんにちは、しょいですね。おっす、こんにちは、しょい、いいですね、はい、はい、ということで、はい、今日のお話、うん、
そうですね、はい、今日のお話は、うん、今日のお話はですね、もう全くちょっと心理に、はい、あ、前回はね心理に関係するお話だったんですけど、はい、今日のお話はちょっと心理から外れて、はい、1月、今日はもう16日、はい、半分来ましたね、1月、あっという間に、はい、半分来まして、うん、皆さん、うん、もう一度ちょっと今年立てた目標を、はい、早いですねマナミンさんと見返してみたいなっていうふうに、いいですね、はい、思ってですね、はいはい、私もこう忘れないように目標ですね、うん、そうですよ、忘れてません、多分皆さん、ね、最初に立てた目標、最初に立てて、そこから、ね、はい、結構このもう一気に半分まで来たじゃないですか、うん、1月も、はいはい、忙しかった方が多いと思うので、はい、あ、高本さん3つ立てては何でしょう、もし教えられそうだったら、はい、言えそうだったら、はい、なんか他の番組でそういえば言ってた気がしますね、高坊さん、はい、石ころさんもカープボーイさんも、そしてメールくれたリスナーさんもぜひ、はい、今年の目標を今一度思い出してみましょう、はい、そうですよ、もう振り返らないと多分気づいた時にはまた6月ぐらいになってそうですね、半年後にちょこちょこ振り返っていきますかちょこちょこ振り返りましょう、どこまで進んでるかとか、はい、結構大事だなと思っていて、はい、忘れがちですよね、ですね、うんうん、忘れがちになっちゃうんだ、さっこさんのちなみに今年の目標って、うん、そうですね、はい、まずもう、ま、王道の、はい、7キロダイエット、おー、あ、7キロ、おー、でも細かいですね、そうですね、刻んで、はい、刻んで、はい、ある目標の数値に達するまでの、はい、で計算したら7キロで、7キロなんですね、ただもう今の時点で、はい、こう2キロは痩せたんですよ、お、うん、あ、じゃあ食生活をちょっと変えて、うん、はい、残り5キロ、5キロ、うん、残り5キロなんですけど、はい、多分またね月末あたり何だか飲み明かすんだろうなとか思うので新年会とかでねその季節ですからね、そう、うん、月に2キロずつ、うん、健康的に痩せようかなっていう、はい、あ、うん、のがあって、高橋さん来ましたね、はい、ありがとうございます、3つ、1つ健康を維持する、うん、大病しないってことですね、うんうん、で2つ目が体力の維持増進、うん、これは高坊さんサッカーの審判活動をしているので、それでですね、へえ、そうなんですね、すごい、はい、で3つ目が帰省回数を増やす、沖縄に帰ってくる回数を、さきこさんやまなみんさんに会いたいから、言いましたよ、泣き笑いの絵文字言いましたよ言いましたね、目標は達成するためにあるんですからね、高坊さん、何回に増やしたいんですかね、ね、ちなみにそうですよね、あ、でも審判活動されてるんだったら、はい、結構運動とかそういうのは、はい、なんかこう常にこう日頃からやってそうな感じですよね、ですね、健康を維持するっていうことで、維持増進いいですね、はい、維持増進、はい、ありがとうございます、そして石ころさんからも、はい、来ました、僕は2月末までに8キロ落とします、できるの、残りもう1ヶ月半くらいじゃないですかあら、今のとこ何キロ落としたんだろう、ね、今のところそうだ、そうですね、倒れない、まあ、体重にもよりますよね、はい、今何キロでじゃないと罰金1万円らしいです、もう1万円開けちゃった方がいいんじゃないですかなんかいや8キロって結構、8キロ500グラムぞ、いやもう1万円上げてください、8.5キロじゃ痩せないといけないんですよ8.5キロ結構ラストスパ、今の時期ラストスパートでも、そうそう大変だと思いますよ、エマさんもほら無理しないでってもうみんな無理って分かってるのねいや月2キロペースぐらいじゃないですか、せいぜい、ね、ですね、でも日頃の行いでって日頃のこのねお酒ずね結構たしなみ方だと、お酒やめただけでね、はい、2、3キロバンと痩せたりとかしますもんね、うんうんうん、じゃあ食生活とあとも運動めっちゃ頑張るみたいな感じですかね、ね、本当にすごい石ころさんが、はい、目標書いただけでものすごいコメントがいろんな方からエマさんとひふみさんありがとうございます、ひふみさんからは格闘家かや来てます、ああなるほど、ご飯の食べ過ぎを一食にしたら落とせる、笑って、石ころさんから健康的に、あ、じゃあ、ちょっとおしゃれに言うとファスティングですね、石ころさんファスティングやりましょう、ファスティング
いいですね。あ、でもよかったですね。ちょっと同じ仲間がというか、なんていうんですか、ダイエット、あ、同じ目標。ちょっと私、石ころさんがそう言ったので頑張ろう、はい、2月末ですよね。2月末まで、ちょっと2月末に何キロまで落とせたか、はい、ちょっと宣言します、石ころさんに。こっちで。あ、すごい。じゃあ石ころさんも負けてられないですね。そうそう、石ころさんも、はい、石ころさんもちょっとぜひ好評お願い、あの、遊びきってこっちで、はい、はい、お願いします。はい、そして、あ、カープボーイさんからも来てたんですが、はい、カープボーイさんがもう今年の目標って言ってきてるんですが、当面は野村流の、これは何だろう、もの、うん、何か目標があるんですね、うん、でしかし真ん中まで来てこのテーマっていうのも面白いねって。そうですよ、はい、もう来てますね。ぶっちゃけみん、あの、多分8割方の方が1月、12月か1月の最初に目標立てた瞬間に忘れてないですか、うん、はい、私は忘れるんですね。それ言われてちょっと私はあってなりましたけど。私は忘れてしまうんですよね、はい、なので、あの、そう、ここでちょっと宣言しようかと。あ、新人賞に挑戦。あ、新人賞ってことか。何でしょう、何のっておっしゃってました。あの、多分三振ですね。野村流のあれの新人賞に挑戦する。でもこれが多分5月ってことなのかな。すごい。ってことはこれが5月までの目標、ってことかな。すごい、はい、頑張ってください。あ、なんかこうやって聞くのも楽しい、はい、ね、ひふみさんから今年の目標を言う回ですか。そうです、ひふみさん、はい、今年の、今一度、はい、今一度、あの、1月12月末ぐらいに立てたと思うんですけど、はい、覚えてますかっていうことで、どこまで今、うん、あの、行きましたか、はい、っていう感じで。ですね、進捗状況も絡めながら、はい、そうです、そうです、今日はお話ししてます。そうです、そうです、すいませんね、あの、空間感全く関係ないです。今日は全然流れ的にこう時間が もっとあったら、こうどう空間で活かせるかっていうのを話そうとしたんですけど、はい、うん、めっちゃもう今目標でみんな盛り上がってるので、盛り上がりましたね、うん、とりあえずここでじゃあ皆さん一回また、あの、思い出して、思い出して自分の心に留める回ですね。そうですね、留める回で。エマさんはあえて目標を決めないのが目標です。私の知り合いにも一人いたんですよ。今年はあえて目標を立てないっていう目標を立てようかなみたいな。すごい。そんなこと言うのエマさんか桃井香織か どっちかじゃないですか。あ、でもここにもいましたよ、ひふみさん、僕は毎年目標を立てないって目標を立ててます。逆になんか、あの、聞きたいですね。そういう方たちってどうやってこうちょこちょこ、こう、例えばなんか目標っていうか、ね、小さな目標は多分あるはずですからね。ねどういう形でなんか毎年なんかやりくりしてるのかなってすごい気になるですね。いや、じゃあひふみさんもとエマさんと桃井香織だけですね。はい、目標か毎年立てない。なるほど、なるほど、なるほど。ダイエットの他にはありますか。そうですね、ダイエットの他には実はもしかしたらなんですけど、はい、ちょっと、まあ、今年こういろんなお仕事、うん、おかげさまでちょっとお声掛けさせていただいて、はいはい、専門学校とかの、はい、ちょっと非常勤講師とかももしかしたら、あの、する可能性があってですね、いかにちょっとやっぱり時間をどう捻出しようかっていう、はい、なるほど、そうなんですよ。それを目標というか、あの、やりたいなと思っていて、うんうん、こうさっきマナミンさんとね、はい、ラジオの前で話したんですけど、やらないこと、はい、とかっていうのをどれだけ出せるかっていう、もうやりたくないことはやんねえっていうのを今年ちょっと出せるだけ出したいなって思ったんですよ、はい、そう、なかなかね、うんうん、こうやりたいことは、うん、あの、皆さんこう出していくんですけど、はい、やりたくないことっていうのも結構大事だなって思ってて、うん、例えば私とかだと料理苦手なんですね、うんうんうん、だけど今年は、あの、石ころさんみたいに、はい、あの、なんていうのかな、健康維持、はい、やっぱりちょっと健康気になってきたので、うん、健康的にダイエットしながらっていうことで、もう最小限の自炊はやろうと思っていて、はい、うんうん、ただもう手の込んだ料理とかはしたくないので、うん、もうレパートリーは10個だけです、はい、お家でとか。あ、なるほど。そうそう、手の込んだ料理はしないっていうのと、はい、うん、あの、もう買ってくる食材はもう
決めて、じゃあもう定番化するみたいな感じですか。もう定番化、もう考えない、もう料理で考えない、はい、家事、考えない家事ってやつ、うん、なんかこれたまにありますよね、このすごい名だたる著名人の人たちも、例えば洋服選ぶ手間を省きたいから、はい、スティーブ・ジョブスですね、同じ洋服つけるとか、うんうん、うん、そんなのそんなの、ね、それでなんか洋服選、ね、やっぱりあのこう着るのが好きな人とか、うん、こうね、あの、はい、こうコーディネートが好きな人はやったらいいと思うんですけど、うんうん、やりたくないことってたくさんあるじゃないですか、うん、はい、モナミンさんだと他にどんなのが、私やりたくないことなんだろう、なんですかね。いいですよ、放送事故になるぐらい無言でいきましょうかでも私もそれこそこの自分のやりたいことを今年はもう全部やるっていう目標を立てたので、そのためにやりたくないことを、そうそうそう、時間がないからね、うん、どうしよう、おいい機会になったんじゃないですか。逆にやりたくないこと、やりたくないことって、でもなんか言われたら何ですかね。例えばもう、なんだろう、お家に忙しすぎてお家に帰りたくないっていうのだったら、はい、まあ、別にラジオ局に住んでもいいんじゃないですかっていう、お話だったりとかとか、あ、でも むしろじゃあもう寝ていたくてちょっと仕事に行きたくないってなったら、何ですか、あのこの家でできるそう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 、何ですか、あ、デスクワークじゃなくて、そうそう、もう移動がめんどくさいとか、そう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 、移動がもうめんどくさいとかだったらそうそうそう、移動やりたくないってなったら、うん、ちょっと大変そうそうそう、いやもう、いやもうそれぐらいなんかやりたくないことでしょ、楽しいでしょ、なんかやりたくないことをなんか出していくとめっちゃ楽しくて、はい、うん、なんかやりたいことはもちろんだんだんだんって出てくるんですけど、はい、なんかやりたくないことってなかなか考えたことないから、はい、あ、これ出すのもめっちゃ面白いなと思って、確かに、これやらないためにじゃあどうするかって考える、うん、はい、あ、考えるのはちょっと楽しいかもしれないあ、すごい皆さんコメントめっちゃ盛り上がってる、ね、ありがとうございま す, やりたい、やりたくないこと、料理って言ってもなーってカープボーイさんから来てるんですけど人間生きるためには食べないといけないから、一番やりたくないことになったら困るような気がする。そうなんですよ、料理なので、料理の中でもこうほらいろいろやり、はい、なんていうの、あるじゃないですか、はい、こう分割したら、うんうん、カテゴリーが、はい、例えば献立を考えるとか、うん、ね、こう包丁でカットするとか、はい、食材買ってくるとか、うん、それでその中でも一番やりたくないことを挙げて、もう私献立とかは考えたくないから、はい、もうじゃあ新しい料理に挑戦することはせず、せず、そうです、そうです、これ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 みたいな、そうです、 あとはもうワンアクションでできる料理ってことで、はい、もう納豆、うん、刺身トマト、シンプル刺身そうそうそう、ワンアクションでできる料理ですね。そうそう、グツグツ煮込んだりとか、うんうんうん、なんかこうちょっと手間暇かけて、はい、こうオーブンで、この煮込んだ後それをオーブンでとか、うん、こう2度、あ、そうそうそう、3アクション4アクションするのじゃなくて、はい、もう納豆、うんうん、なんならあの納豆、なんならあのスティック人参あ、いいですね。そうですね、そうですね。食住は避けられないですねって高坊さんから。でもひふみさんからも、料理しないでも生きていけるさって。ありがとうございます。生きていけるさ。生きていけるさ。ありがとうございます。はい、メールではですね、このメールいつもくれる方は、私はバイクのライセンス取得ということで。はい、あ、そう、他の番組でもね、聞いたことあるんですけど、ぜひ頑張ってください。そうそう、いやもう宣言し、多分言葉に出すと、はい、そうなんですよ、言葉にこう皆さん出すと、うん、はい、まあ、あのこの行動にどうやったらなるっていう行動をし始めるので、うん、すごく目標を言葉に出すのはすごくいいそうです。お、はい、あ、じゃあ今日ね、このツイキャスにたくさん参加してくれた皆さん、はいはい、特に石ころさんとかはもうめっちゃそうです、ね、言ってくれたので、はい、高坊さんもカープボーイさんも、そうですね、はいはい、皆さんぜひちょっとそこに向けて進んでいけるかと思いますね、はい、やりたくないことは生き地獄を味わわないようにすること、はい、武蔵さんからもね深い、久しぶりの武蔵さんコメントですが、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、あ、エマさんもありがとうございましたああ、地震があったんですね。さっき小笠原諸島で震度3の地震があったようです。しばらくちょっと気をつけないといけないですね。ちょっと皆さん気をつけてくださいね。はい、あ
っという間にもう残りわずかになりましたが、すごい皆さんの目標聞けて楽しかったです。はい、津波の心配ありません。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、これで今一度目標を、はいはい、考えることができたので。そうですね、はい、また2月末に、うん、まあ 重はい、体重の報告だけは、はい、あ 2月にもやろうかなと。目標皆さん覚えてますかっていう感じでいいですね皆さん忘れずに目標、はい、毎月点検です、はいはいはい、いいですなのでこれ皆さん今日書いたのちゃんと私、はい、メモしておき、はい、メモしときのきますので、はい、覚えておいてくださいね、はい、OK ですではまた来週、はい、皆さん お会いしましょう。ありがとうございました削除しておきますもう毎月点検が今めっちゃつぼってる車よりもすごいすごいですね、すごいですね。だいたい3月になったら、あ、忘れてるはずよ、よし3月絶対やろう。3月だな3月いいですね、はい、よっしゃ、ありがとうございました。でもあれいいですね、この、はい、やりたくないことを、やりたくないことを次回ちょっとじゃあ